から来日し、現在豊島区在住の民族ラ族を紹介します。人の働かない魚屋の男が海で大金の入った財宝を拾い、喜んで家に帰り、早速飲み会騒ぎを吉川県が寝てしまう。はい、まあ、それぞれいろいろやりました。なんか、なんで競馬に行ったかっていうと、お金5000万拾ったって、5000万ってお金ピンとこないじゃないですか。ほら、来た！あいつが怒るぜ、同僚が。もう嫌だ。周りかなりざわついてますよね。なんかそういう一つ一つなんかあるっていう。また一人のダメなやつが現実劇場のドアを開けて、ですぐ脇の廊下を通って、でもうすぐそこのドアを開けて、はい、で真ん中にあるテレビみたいに沿って、また物語に戻ります。お兄さん起きて、もう何週も下でパッとお兄さん、あみちゃん、ねえねえ、うまちゃん起きて、寝ぼけてるんですか。そうやってお客さん寝ぼけてとぼけるんですか。これ下げじゃなくて上げがね。